第4試合ストロー級ワンマッチ51キロ以下瀬戸奈美 vs 青戦に出場される青選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ明日が本戦に迫りました、はい、対戦相手の瀬戸奈美選手も同じく空手経験者で黒帯を持っているということなんですけども、はい、どうですか、勝機の方はありますか。そうですね、ただお相手の瀬戸奈美さんもその伝統派という空手っていくつかあるんですけど、はい、伝統派の空手をやられている方で、お互いのきっと動きが分かってしまう状況なので、あえてそこは殻を破っていこうと思ってます。なので勝機はあります。青さんの王子さんの映像を見させていただいて、はい、すごい穏やかそうに見えるんですけども、もう心は燃え切ってる感じですか。すごいですね、もうここも燃えてますし、もうオーラ見えますか。今すごい燃えてるんですけど確かにそんな感じがしてきましたありがとうございます。ありがとうございます。オーディションでもおっしゃっていた再起不能にしてあるって言ったんですけど、はい、そうですね、再起不能よりはもう、さっき会見でも言ったんですけど、顔面バラバラどころではなくって、もう遺伝子まで分解しようと思ってます。わ、明日本当に衝撃的な映像が見られるかも。もしかしたらもう、はい、残らないかもしれないです。楽しみに、楽しみにしてくれるかな。でも楽しみにしています。最後に、明日の意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、明日は女子初の KO を狙ってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。